江戸時代初期、湯名と呼ばれる職業がありました。湯名とは銭湯で赤すりや紙すきのサービスを提供した女性のことです。彼女たちがサービスを行うのは主に男性客です。入浴後にお茶やお酒を出したり、音楽や歌を披露したり、これだけでとどまっていれば湯名の文化はもっと長く続いていたかもしれません。ですが、ご想像の通り、湯名はその先のサービスをしてしまいました。さて、今回の動画では江戸時代初期、特定の期間にだけ銭湯に存在した湯名について解説します。早速見ていきましょう。実は湯名は銭湯で誕生した職業ではありません。その語源には様々な説があります。例えば、かつて結菜という職業がありました。結菜は寺の浴場管理をしました。また平安時代には祭りごとを占いで決める際に場を盛り上げた踊り子を結菜と呼んだという説があります。ただし、正確にこれだという説があるわけではなく、具体的にお客さんにサービスを行っていたのは温泉地の結菜でした。中でも最も古いのは有馬温泉です。有馬温泉は現在の兵庫県にある温泉で、古くから天皇や将軍も訪れました。その歴史は神話の時代にまで遡り、日本最古の歴史書「日本書紀」にも記述があります。伝説では、神様が水たまりでカラスが傷を癒すところを発見し、確認すると温泉だったとか。他にも仏教文化にも深く関わっていて、まさに日本の歴史を表すような存在です。湯名は鎌倉時代から存在し、この歴史ある温泉地で働いていました。とはいえ、江戸の銭湯に存在した湯名とは少し異なります。有馬の湯名は教養が高く上品な女性だったといいます。温泉宿ではお客さんの世話をしたり、歌や踊りで楽しませたり、入浴の順番を知らせたり、送り迎えをしたり、またお茶や食事を出したり話し相手もしました。湯名は温泉地で重要な役割を担っていたのです。江戸時代も彼女たちはお客さんの旅の疲れを癒しました。そもそもこの時代は旅行や湯治が流行っていた頃です。湯治は温泉地で長い期間滞在して特定の病気や疲れなどを癒すことですね。このため有馬温泉にも多くの人たちが健康を求めてやってきました。実際、旅行用人集という書物にも有馬温泉について書かれています。旅行用人集は安見露庵によって書かれた江戸時代の旅行用ハンドブックのようなものです。温泉地の浮世絵とともに有馬温泉が詳しく説明されていて、湯名の記述もあります。他にも、この時代には有馬湯で持つ湯は湯名で持つという言葉があったとか。つまり、有馬温泉にとって湯名は重要な存在だったということです。湯名はなくてはならない存在でした。とはいえ、この湯名という職業は分けあって消滅します。この訳は後ほど説明しますが、その後も湯名の文化自体は継続しました。有馬温泉は今でも人気の観光地、歴史ある町並みや伝統的な温泉旅館が残っています。そこで活躍するのが有馬芸妓です。有馬芸妓は歌や踊りなどの芸で客を楽しませ、現在でも有馬温泉に行くとパフォーマンスを見ることができます。廃止となった湯名の代わりに、有馬芸妓が有馬温泉の伝統文化を守り続けているのです。さて、温泉地の湯名は江戸時代になると町の銭湯にも取り入れられるようになりました。江戸の庶民はお風呂が大好きです。その証拠に江戸中にたくさんの銭湯がありました。各町ごとに必ず一軒はお風呂屋さんがあり、銭湯は入浴だけではなくくつろぎの空間としても機能していました。男性は碁盤や将棋盤で遊んだりおしゃべりしながら一日中過ごす、まさにサロンのようになっていたのです。そもそも銭湯がいつ頃できた施設なのかというと、日本で初めての銭湯が江戸にできたのは1591年のことです。伊勢与一という人物が銭湯風呂という名前で建てたのが最初だったそうです。それ以降急激に広まり、1810年には523軒もの銭湯が江戸で営業していました。江戸時代の銭湯には混浴と男女別浴の2種類がありました。関西は混浴が多く、江戸は関西より混浴は少なかったものの、混浴銭湯は人気があったといいます。経営者からしても、男女別浴よりも設備が一つで良いので混浴の方がコストがかからないメリットがあったのです。また銭湯の中でも湯名が在籍する銭湯のことを湯名風呂と言います。湯名風呂で行われたサービス、これが今回のテーマですね。湯名風呂を利用する男性客、湯名は背中を洗う、赤すりや髪を切る、
紙すきなど入浴者に様々なサービスを提供していました。また風呂から上がって別料金を払えば2階の座敷に上がって休憩もできます。その座敷には碁や将棋が置かれ、ユナも待っています。そこでは男性客をもてなすサービスがあれこれ行われていました。ユナたちは歌や踊りなどの芸も持っていて、夜になると首席で余興をします。中には午後4時頃には銭湯の営業を終え、ユナたちが派手な衣装を着て三味線を鳴らし小唄を歌って男性客をもてなす風呂屋もあったようです。その後は体も使って男性を楽しませます。つまりユナのいる銭湯は入浴だけでなく風俗施設でもあったのです。好色一大男という本の中には赤かき女の図という絵があります。これはユナ風呂の様子を描いたものです。3人のユナが3人の男性客の背中を洗うその絵、もしかすると裏で行われていたサービスを意図しているのかもしれません。背中を流すだけではないことは確かでしょう。そしてこのユナ風呂の中でも特に有名だったのが丹前風呂という銭湯です。丹前風呂という名前は神田にあった堀丹後守という大名の屋敷前にあったからです。ここに勝山というとても人気がある遊女がいました。勝山は美人で上品で三味線や小唄が上手でした。その上派手ないでたちが評判になっていたと言われています。髪は自分で考案した上品な武家風の勝山髷、腰に木刀の大小を刺して派手な島の綿入れを着て歩き回りました。これには男性だけでなく女性たちもメロメロだったとか。江戸の若い女性たちはこぞって彼女の風体を真似たといいます。勝山は少し人気がありすぎる気もしますが、それを差し置いてもユナ風呂の人気は絶大でした。とはいえ江戸の風俗といえば吉原遊郭を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。吉原はいわば政府公認の風俗街です。江戸の夜の街といえばここでしょう。しかし吉原にはある問題があったのです。それがとても高級だったことです。遊郭にはいろんなランクの遊女がいました。一番上は太夫と呼ばれる大スターでした。太夫は美人で教養が高くて和歌や音楽や茶道などもできました。太夫と遊ぶことを揚げ遊びといい、これは大名や旗本や大金持ちの町人しかできませんでした。最高格の太夫はなんと1000万円以上も必要だったと言われています。それでも遊女は好き嫌いが激しくて気に入らない客は相手にしませんでした。太夫と遊ぶにはお金だけでなく品格や素性も見られたからです。例えば客は揚げ屋という店で宴会を開くとします。そこでお上や老女に挨拶をしましたが、これは実は面接です。客が合格すると指名した太夫がお供を連れてやってくるのです。でも太夫が客のことを気に入らなければ一言も話さずに帰ってしまったり来なかったりしました。それでもお金は払わなければなりません。つまり遊郭では遊女が主役で客は従うしかなかったのです。一方で安い値段で体を売る師匠という女性もいました。彼女たちは貧しい家庭の出身で仕事がなかったのです。師匠の相場は28文で、これはそば1杯分の値段です。当時の米の値段は100文でしたから、師匠の稼ぎは本当に少なかったのです。最高級の遊女と最低級の師匠、江戸時代の風俗事情はシビアな世界でした。では庶民が手っ取り早く利用したのはどちらかというとリーズナブルな師匠です。ただ師匠といってもいろいろな種類があります。旅籠で客に給仕する女が客を取った飯盛り女、夜になって河原や橋の下で御座を敷いて客を引き込んだ夜鷹、天の姿をした美国など、その選択肢の中にもユナもいました。ユナは安くて手軽な遊び相手だったので人気があったのです。ですがこれが問題でした。次第にユナ風呂が遊郭と競合するようになります。遊郭は吉原という場所に集められていましたが、ユナ風呂は各地にありました。ユナ風呂は売春も行うようになると吉原の遊女の客足を奪いました。それゆえに幕府や遊郭から目をつけられることになります。幕府は対策として1652年に1軒の銭湯に3人までのユナしか置けないという法令を出しました。さらに1657年には明暦の大火で江戸市中が焼けた後、市中のユナを全廃して吉原へ移住させました。これは幕府が風紀を乱すと考えたからで、吉原もユナに客を奪われることを嫌っていました。その後も江戸以外では大阪や温泉地などでユナが存在しましたが、幕府からの圧力は強まります。
特に寛政の改革で有名な松平定信は厳しい取り締まりを行いました。その結果、多くの湯名が吉原へ送られて最下層の遊女にされたり廃業するのです。ちなみに先ほど紹介した勝山も吉原の遊女になっています。彼女は美貌と才覚を持って吉原で破格の出世を成し遂げました。さて、江戸時代末期、ついに湯名という職業は消滅しました。湯名の仕事は次第に怪しいサービスに変わってしまいました。そのため幕府によって禁止されたのです。では湯名がいなくなった後はどうなったのでしょうか。実は代わりに男性である三助が欲客の赤垣の役割を担うようになりました。三助とは江戸時代中頃から現代における日本の銭湯で働いていた男性労働者です。三助になるにはまず見習いから始めます。昼間は第八社を引いて焚き木を集めたり、夕方は下足番をしたりします。2、3年後に釜焚きや流しという仕事に進みます。釜焚きとは銭湯のお湯を沸かすことで、流しは浴室で背中などの体を洗うことです。流し代という別料金を払った欲客だけが流しのサービスを受けられます。三助は小判型の専用桶を持ち、ふんどし姿や半もも引き姿で浴室に入ります。そして欲客の体を丁寧に洗いました。三助は江戸時代から現代まで日本の銭湯文化に欠かせない存在でした。この三助の由来はいくつかあります。一つは銭湯での3つの仕事を引き受けたからだというものです。銭湯で重要な仕事に釜焚き、湯加減の調整、大業務があります。これら3つの仕事を助けたから三助ということですね。他にも赤すり男に三助という名前が多かったことから、次第に職業の名前が三助になった説も考えられています。この他にも三助は浴場内で赤すりや背中流し、髪洗い、髪すき、マッサージなども行いました。これらのサービスは男女問わず受けることができましたが、特に女性に人気がありました。女性は三助に裸で触られても恥ずかしくなかったそうです。逆に三助も女性の裸に慣れていて興味を持たなかったそうです。中には外見や技術が優れていて女性からモテる人もいました。ですが湯名の時代のように風紀が乱れることはありませんでした。三助は昭和中頃まで栄えましたが、その後は衰退します。その理由はボイラーや家庭用浴室の普及です。お湯を自分で沸かせるようになったり、家で入浴できるようになり、銭湯に行く必要がなくなったのです。他にも衛生面や個人の保護の観点で、他人に体を洗われることに抵抗感が出る人が増えていきました。日本で最後に三助の仕事をしていた人は、東京都荒川区東日暮里の斎藤湯の一人だけでした。1回400円で背中流しや髪洗い、江戸時代の文化を今に残す職人として活躍していましたが、彼も2013年に引退しています。現在は三助はいません。こうして湯名が消滅し、三助も消滅しました。江戸の銭湯。もちろん湯名が全ての施設にいたわけではなく、全てが風俗施設のようだったわけではありません。ですが、今とは考えられないほどフラットに男たちは湯名風呂に行っていたことでしょう。銭湯は個人がお風呂に浸かってゆったりする施設というわけではありませんでした。江戸の銭湯で行われていたのは男たちを喜ばせる怪しいサービス。一体そこではどんなことが行われていたのでしょうか。